6998号機、バートン・アグネス・ホールグレート・ウェスタン鉄道6959、軽乗機機関車は、イギリスのグレート・ウェスタン鉄道が製造した、過客量用テンダー式乗機機関車の一形式である。各社の固有名と設計の経緯から、改めホール級とも呼ばれる。軸配置はテンホイラーである。本形式は、1941年にグレート、 ウェスタン鉄道最後の技師長となったフレデリック・ホークスワースによってホール級を回収して1944年に設計された。ホークスワースはホール級の外観を維持したまま中性ホールの設計と構造に多くの変更を加えた。バーフレームの代わりにプレートフレームが広く使用されシリンダーキャスティングの再設計、新しい加熱き及び製図レイアウトの配置が行われた。 スー・インドン・ワークスの観光に最も根本的な変化をもたらした。ホークス・ワースが設計全体でプレートフレームを使用したことは、チャーチワードが二気筒機関車を使用したこととは一線を隠したものでした。シリンダーはスモークボックスサドルとは別に鋳造され、両側のフレームにボルトで固定されました。フレームの間に補強ブレースを挿入し、延長して、 スモークボックスサドルを形成しました。シリンダーからブラストパイプにつながる排気管はこのアセンブリに組み込まれました。さらに1924年に元の4900型に適合されていたチャーチワードのバーフレームボギーは個別のスプリングを備えたプレートフレーム構造に置き換えられました。ランニングボードの上にも変更がありました。ホークスワースは グレートウェスタンデッポに到達する石炭の品質の低下には、より高度な加熱が必要であると判断しました。より大きな3列の加熱器とヘッダーレギュレーターが、スーインドンナンバーワンボイラーに取り付けられました。その後、一部のエンジンのドラフトが改善され、他のエンジンには、ホッパーアッシュパンが取り付けられました。ホークスワースが設計を変更した理由の一つは、当時問題であった。 様々な品質の石炭をより処理できるようにすることだった。1940年代までに蒸気機関車の働く環境は悪化していった。第二次世界大戦は機関区に供給する石炭の質を低下させホール級の蒸気上がりを影響させた。戦時中下において機関車のメンテナンス時間の短縮は重要だった。ホークスワースが CME に就任した段階で シリーズ最初の試作機誕生からすでに約40年の歳月が経過しており、これらはその間の蒸気機関の技術革新からは取り残された形となっていた。しかも、このシリーズの高性能を支えたウェールズさんの高カロリー炭は、戦時体制への突入で入手が難しくなりつつあり、自社炭鉱を用した GWR においても低質炭を使用して、 これまでと同等の性能を確保する必要に迫られる状況となっていた。そのため、これらの各機種に搭載され、傑作と謳われたナンバーワン型ボイラーの良さを損なわないように留意しつつ、その燃焼効率を改善することが急務となっていた。こうした社会、技術双方の状況の変化に対応すべく、ホール級に解説系を施したのが本形式である。 改良点は、煙室全部のブラストパイプ部分の形状変更による通風性能の強化と仙台車の設計変更による強度向上、加熱管の設計変更による熱効率の改善などで、ナンバーワン型ボイラーの基本構造には手を入れずに済ませられる範囲で可能な限りの改善が図られていることが見て取れる。このか戦後の装備車では、ホークスワースの設計による 背の高い全溶接構造の新型テンダーが採用されている。通常であれば別の方有名に基づく名称が与えられるべきであったが、従来のホール級と変わらず、ホールという固有名が与えられ続けたことと、ホール級の葬備者としてそのまま量産が続けられたという事情から、マダファイドホールクラス、つまり変更されたホール級イコール、改めホール級と呼ばれた。 1944年から1950年の間に61両の機関車が製造されました。6959、6970は第二次世界大戦中に製造されました。それらは停電規制を支援するためにキャブサイドウィンドウなしで構築され、2、3年間名前なしで実行されました。キャブサイドウィンドは1945年から1948年に 取り付けられました。それらは非常に自由な蒸気と自由な走行であることが知られており、ある程度の持続的な高速走行が可能でした。実際、7903フォアマルケホールはパディントンからプリマスへの走行で戦後の記録を打ち立てました。失敗した城の代理としてエンジンは4時間以内にその旅を完了した。1948年に イギリス国鉄が国有化された後、イギリス国鉄は1950年までこのグレートウエスタイクラスの建設を続けた。一部の改造されたホールには、フラットでハイサイドのホークスワース入札が装備されていました。彼がチーフメカニカルエンジニアになると、以前の多くの機関車もこれらの入札を受けたため、ホークスワースの入札は、必ずしもホークスワースの機関車を意味するわけではない。 本形式は従来通り、GWR のスウィンドン工場で6959から6970までの12両が、第二次世界大戦中の1944年に、6971から6999.7900から7929の59両が1947年から1950年にかけて製造された。なお、 本形式はホール型の装備途上での改良型であるため、試作車は作られず、ホール級の生産ラインを転用する形でそのまま量産が開始されている。 ナンバー6959から6 9 7七1一エンジンナンバー6971から6980エンジン重大ナンバー6981から69910エンジンナンバー6991から6999エンジン重大ナンバー7900から79056つの エンジンナンバー7906から7919、14個のエンジンナンバー7920から7929エンジン重大本形式はホール級の増備車として量産され、一種の万能機として、戦中、戦後の GWR イギリス国鉄の輸送サービスを支え続けた。ホール級と同様に、改めホール級も好評だった。 設計に組み込まれたすべての改善は、機関士と整備部門の両方に受け入れられた。4900型と同じ権威力を持ち、同じ任務が割り当てられた。改めホール級は新しく改良されたため、60年代まで長続きした。ナンバー6962、ソートンホールは、1963年1月に最初に廃車され、9年前に建設された工場である。 スウィンデンワークで廃車しました。ナンバー6998バートンアグネスホールが1月に最後の西部地域の蒸気機関車列車を牽引するために選ばれた。1966年に最後の改めホール級が廃車された。本形式は現在、下記の7両が保存されている。ありがとうございます。